者への配慮を欠かさない飲食店であっても、例えばランチタイムが禁煙で夜は喫煙って、僕は当然エアコンとか壁にタオルが染み付いてますから、3時喫煙は禁煙の場合に利用しても発生します。他にも数年前までタバコが吸えたホテルや全面禁煙になる前から営業していたタクシーなどでも3時喫煙の恐れが。違いには言えないですけども、数年は匂いがなくなる、3次喫煙がなくなるまではかかると思ってください。ではタバコの匂いはどれだけ残っているものなのかを検証。検証に